ハロー YouTube、 下根司のニュースの猫側にゃ。今日もね、どんぶかやみニュースをお送りいたします。全く泣いてない。あの放送局がついに真実を語り始めた。あ、真実？パパン？似てる。イタリアのパパンの中で話題に。パスタモンスターです。今日はですね、いろんなデクラス集めてみましたかい、やっていきたいと思います。つってねと、つってねと、落としてみせると。世良雅紀やってみましたけれども、いかがでしたでしょうか。以前ですね、某国営放送がね、免許取り上げられんじゃないかっていうね、あのネタでね、動画やらせていただきましたけど、でですね、もうめっちゃやばいですよ今日は。若返るね、宇宙テクノロジーによって作られたベッドっていうのがこの世にあるわけですよね。あのベッド、あのベッド呼ばせていただきますけれども、そのベッドを使うとですね、お肌はプルンプルン、若さと美貌を保ちつつ健康になっちゃうみたいな奇跡の寝るところが存在するっていう伝説があります。まあ、例えばテキサスであるとか、東欧の病院で、ね、実用化されたとか、いろんな噂あるんですけど、未だですね、我々の目の前には現れていないんですが、なんとこの日本のぶっ壊されるテレビ局でおなじみのね、 N なんとか K、 ついにこのベッドについてデクラスしちゃったっていう話でございます。びっくりしないでください、これですって。これね、NHK の大人気アニメ花がっぱのワンシーンなんですけれどもね、これどうからどう見ても、上から見ても下から見ても花がっぱアニメやないかい。ちなみに今回このベッドをね、利用した人物が誰かと、花がっぱのおじいちゃんです。アニメやないかい。いやでも、めっちゃ元気になってたって言ってましたよ。ちょっとほな、アニメちゃうか。いや、アニメやけど。ってことでね、どうでしょう。まさか子供向けのアニメで、あのベッドの話題が出てくるなんて、誰が予測したでしょうか、ということで、これはとんでもないデクラスなのであります。ちょっとね、いじりましたけども、まあ、実際にですね、高周波を使って、健康を治す器具っていうのは実際に日本でも売られてましてね、一部ね、私のお友達も使ったんじゃないのかみたいな噂があるんですけどね、まあ、そんな実はこう着々とですね、我々の目の前に出てくるのを待ってるとね、そんな中ね、このアニメがデクラしてきよったよつって、もうこれはもう花がっぱだよね。でもこれ花がっぱってあれですよね、キッチン戦隊クックルーの前にやってるやつですよね、アニメゾーンのやつですよね。これアニメちゃうんかなつって、こんな自分のことが信じられなくなった夜はちょっと落ち着こう。ね、ちょっとドリフターズの人がこのベッド使ったんじゃないかつって、ちょっと話題になってるね。これですってことで、加藤ちゃん、ピー、アダモス、ティー。いや、いける。いや、いけましたね。いけました。なんかちょっと若々しくなってるなと。これがオムーゴなのか、それともいい年の取り方なのか。ね、それはわかりませんけど、まさか、もしかしたらこの NHK のね、花がっぱに出てた花がっぱのおじいちゃんは、加藤ちゃん、ペイなんじゃないのかなって思ったけど、ここに甲羅があったから、アニメやないかい、それはもうどう見ても。加藤ちゃんじゃないのよ、それは。ということでね、これはもうやばいなと。ね、ということで、これ実際にですね、その現実社会の人物でも使ってる人いるんじゃないかな。あなたの周りにもいませんか？ね、いつまでも若々しく、フォーエバーヤングな人いませんか？ってな話なんだよね。ってことでね、無理くりで話まとめようとしてますけれども。まあ、今回ね、まさかの、ね、闇の最先鋒と思われていた N なんとか系がね、ヘズマ流にぶっ壊される前にですね、自分からデクラしてきよったっていうことで、感心、感心ってちょっと思いました。まあ、こういった流れもすべてこの FCC 真実法というものが効いていると、この見えない鎖で、このメディアたちはがんじがらめになっているんだっていう話なんですよ。同じくこの N なんとか K なんですけれども、先日テレビ番組の中で、世界の大企業150社に 15% の納税義務を課すと、そして貧富の差を消し、タックスヘブンなどで租税していた企業は全て課税し、その税金の一部を一般の民衆に配分するという報道をしてたわけですよ。で、これはまるで世界がお目覚めた時に発令されると言われている、ゲッサー、お前絶対言うなよ。ゲッサー、ゲサンドゥですよね。ギャランドゥみたいに言ったけどだと。で、これは、
この FCC 真実法が効いているから、こういったことも今まで隠していたことも報道しなせざるを得なくなっちゃったんじゃないのかって話なんですよね。なんで先ほどのアノベとね、これは両方ともガッチングする話で、デクラスを兼ねて、そして真実法の存在もその後ろに見え隠れすると。なんでね、まあ、日本のメディアもね、もう限界来てますんで、もうこういったところでね、バンバンいい流れになってるなとちょっと思いました。そんな中ね、あの熊を素手で倒す男で、おなじみね、あのロシアの怖い顔の人いるじゃないですか。あの人が本気出したよっていう話でございます。実はですね、こう中野国さんの支援を受けて、このロシアの国内にいるいわゆるこの極左勢力がですね、こう手を組んで、このプー様のですね、政権の転覆を図ろうとしていたということが判明しまして、これに激怒した熊素手で倒す男は、このロシアの共産党の幹部を根こそぎガチャンコ、そしてこの施設も全て閉鎖という強硬手段に出ました。怒らせると怖い男、プー様でございますけれども、プー様とニャントラは盟友であり、そして中野国のペイさんですら盟友であるってお前言ってたよなって今思ってると思うんですよ。裏切られとるやないかって思ったと思うんですよ。でも違うんですね。この中野国のペイさんとあのでっかい組織は全く水と油なんです。もうもはやペイさんの管理下に置かれていないわけです。そしてこのでっかい組織は闇の力によって動かされております。今回プー様の首元に刀を突きつけてきたのは、これは闇の勢力だったと。そして返り討ちにしたっていう美談でございます。美談刺すんでございます。あ、言いたかっただけですね。ということでね、まあ、これちょっとプー様やっぱりやばいな。で、ちょっと思いましたけれどもね、皆さんも気をつけながらや。まあ、そんな中ですね、ちょっとホワイトハウス高官がちょっととんでもないことを言ってるっていう話なんですけど、実はですね、今、供給網というのが大変混乱していて、まあ、これ理由はですね、ハビコリちゃんであるとか、それからその運河の運用がうまくいってないとか、いろいろあるんですけど、こういったことによって、実はですね、この年末、クリスマスシーズンに、とんでもない品不足に陥るだろうという予測をホワイトハウスが発表いたしました。これによりますと、ね、クリスマスには買えるものがほとんどなくなるとね、例えば七面鳥や牛肉は今のうちに買って冷凍保存しとけ、みたいな、戦時中っていう話がちょっとね、今、あらわになりつつあります。そして、これがですね、実は光のシナリオなんだっていう話、この供給問題によっていろいろな大企業が大打撃を受けます。その大企業の中には闇の力で世界を支配している企業もあると。こういった闇の企業の株価がだだ下がりし、その結果昨日話していました次世代の宇宙テクノロジーを使用した携帯電話9本、こういったものの供給が進むんじゃないのかというふうに言われておりまして、このホワイトハウス高官が発表した話っていうのは非常に興味深く見ております。昨日ですね、厚木基地でめちゃめちゃ綺麗な花火が上がってるってリスナーさんから教えていただきまして、まあ、これなんですけどね、すごい何かをお祝いするような花火だったんですね。で、これが一部ね、闇の者たちに言わせるとオペレーションの成功を祝しているということを言ってるんじゃないかというふうに言っておりまして、そして昨日は14日でした。14日は闇の10日間最後の日でしたね。この最後の日に花火を上げるということに意味があるんじゃないのかなと。そしてニャントラさんが OAN のテレビ放送の中であるインタビューに答え、その中でこんなことを言っております。アメリカにはテレビに出ない強力な軍人たちが存在するんだよという非常に意味深なことを言いました。表に出てこない強力な軍人というのは白い帽子のことを指してるんじゃないかというふうに言われておりまして、そして今回花火が上がっていたミッションを成功させた人たちというのはこの表に出ない白い帽子の人たちなのかもしれませんね。今日も一日お疲れ様でした。良い夜をお過ごしください。本日10月15日22時よりこのチャンネルでライブ配信を行います。あなたのお越しをお待ちしております。鳥取の出禁が解かれたかもしれないっていう話なんですけれども。まあ、オミソンといえばですね、水木しげる先生とバッチバチにやり合ってることでおなじみなんですけども。ね、ファンの皆様にもめちゃくちゃ怒られてますから、ね、怒られてるそんな私なんですけども。そしてですね、その結果ですね、私、鳥取県を出禁になっているという、ね、日本で唯一の男でございます。まあ、そんな私なんですけれども、ちょっとあるリスナーさんから連絡がありまして、オミソン、オミソンと、オミソンが許されてるっていうことが分かったよっていうある画像を一枚送ってきてくれたんですよ。で、僕それを見て、私の年収低すぎってなってね、まあ、これめっちゃ好きなんですけど、これね、これもしかしたら、
出禁解かれてるんちゃうってちょっと思いましたが、これ僕一人の意見だけじゃわかりませんので、ぜひ皆さんにもご確認いただきたいと思うね。この私が鳥取が出禁解除になったかもしれないという証拠の写真、これを今日ツイッター18時に上げさせていただきますので、ぜひ皆さんでご評価いただきたいと思います。まあでもね、鳥取出禁とかね、解除とかいろいろ言ってますけど、僕が一番解除してほしいのは、あなたの心の出禁です。ってこと、日野翔平っぽい発言。ミノデプトシガアブガリル、リープリツカヤもアブガリル、人妻の手料理食べたいな。明日も晴れるから、yeah